どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら、ウラシュラの周回編成ですね、紹介していこうと思います。はい、実はね、ハロウィンイベントのあのキャラがウラシュラ周回において最強クラスの性能を持つということで、まあ、今日は実際にね、ハロウィンシビニアを使ったウラシュラランク上げ編成紹介していこうと思います。リーダー徳川のフレンドサレネで使えて経験値倍率も高く、あとはですね、7分から8分台でね、ゼラッシュ周回できるということで、めちゃめちゃ強い編成になっておりますので、今日は実際に編成紹介していこうと思います。今回編成ゆうとくんからお借りしております。紹介していきましょう。こんな感じになります。はい、まずはリーダー徳川です。無効貫通に遅延3つ、そしてこちらフラク武器継承ですね。はい、スキルも継承です。でシビニアです。枝豆に遅延5つつけてあげて、こちらでんほのか継承ですね。ほのか武器継承です。はい、枝豆に遅延5つつけてほのか武器継承からのシビニア、枝豆に遅延5つつけてあげて、こちらヘルヘイムスキルベ1継承ですね。はい、でからのこちらはシビニアです。全パラ強化に遅延5つのこちらマッハ武器スキルマ継承ですね。はい、でからの、トリスタンです。超つなぎし吸収無効潜在に遅延2つ、そしてマリウス武器スキルベ1継承からのフレンドサレネです。こちら、遅延2つつけてあげてオーリアブライト武器継承って感じになっておりますという感じの編成ですね。まあ、あのシビニアをねずらしながらね破壊していけて、すごい高速周回していけるということで、今日はシビニアを使った編成でね、ウラシュラ破壊していこうと思います。今回ゆうとくんから編成をお借りしていてね、めちゃめちゃ強い編成なんで、ぜひランク上げにしたい、ランク上げしたい人は参考にしてください。じゃあ実際に使っていきましょう。さあ1階層からやっていきましょう。まずは1階層です。ほのか武器打ちます。はい、真ん中のシビニア撃ちます。でずらしていきましょう。はい、まず一発ね、これでワンパンしていきます。超つなぎしワンパンです。で2階層、まあほのか武器のねおかげでね、これ闇軽減あるので普通に1コンボ組んでいきます。まあちなみに門松の方が強いです。この遠征においては悔しいながら門松の方が上位互換、あの光に変えるのがうざいんですよね。1コンボ組みます。はい、1コンボ組みます。でからの1コンボ組みます。そしたらシビニア撃ちます。でこれでずらして倒していきましょう。こんな感じで組んであげて、これで7コンボで倒していきます。さあこれで突破です。 OK。 で続きまして3階層です。3階層は真ん中シビニア撃ってあげてから、右のシビニア裏撃ってあげて殴っていきます。はい、でからの徳川も打ってあげて、こんな感じで追い打ちプラス超つなげし組んでいきましょう。で7コンボ組んで倒していきます。門松の場合はもう1コンボ分あの加算が入るんでめっちゃ楽なんですけど、ほのかの場合はね光になってるんでちょっと余分にコンボ組む必要があるっていうね話はありますが、まあほのか武器の弱点はそこだけ。4階層です。こっからはもうひたすらシビニアずらしです。はい、これでずらしていきましょう。何も考えずずらすだけでいいんですよね。で、ウラシュラ周回ってやっぱり、どれだけ頭を使わなくていいかが大事だと思っていて、まあそういう点でこの遠征は非常に優秀だと思います。はい、マジで頭使わなくていいんで。で、シビニア打ってあげてずらし。こんな感じで、ほんとずらしていくだけですね。めっちゃ楽。で、6階層かな。6階層に関しても、シビニア打ってまずずらしましょう。はい、シビニア撃ちます。これで一発ずらしてあげてからのラストシビニア撃ってずらしていきましょう。はい、シビニア撃ってあげてずらし。さあこれで突破していきましょう。こんな感じです。もう本当に頭は使わずにひたすらずらし続けるだけで大丈夫なんで、これで2パンしていきます。で7階層です。7階層もずらすだけです。攻撃力減少も全く関係ありません。先生も自動回復で勝手に耐久してくれます。自動回復偉すぎん？やばい、ずらしていきましょう。はい、突破。さあ続きまして8階層です。やばい、ウラシュラ周回においてさ、やばい、これやばいぞ。どうしよう、どうする、みんなどうする、これどうする。まあいいや、ずらす。いやどうする、本当にどうしようもできない。まあどうしよう、まあいいか。で9階層です。でここもずらしていきましょう。はい、これでずらしてあげて殴っていきます。どうする。はい、10階層です。
ここもずらしていきましょう。はい、でこれでしっかりワンパンしていきます。もうこのずらしで破壊を。で11階層です。ここも無効貫通くんで殴っていきます。これでしっかりとワンパンしていきましょう。突破です。さあ続きまして12階層です。ここもずらしてワンパン。で13階層、徳川打ってトリスタン打って、でからのシビニア打ってずらしていきます。でこれ徳川の毒ダメージがあるおかげでこの根性無視できるんですよね。でこれでぶん殴っていきます。はい、からの14階層です。まあ、ここは普通にシビニア打ってずらしです。これでワンパンしていきましょう。さあ続きまして15階層です。ここはもうずらして大丈夫です。14階層で光が出てる場合に関しては1コンボ耐久必要ですが、闇の場合はずらして OK、 倒していきましょう。突破です。さあ続きまして16階層です。ここもずらしていきます。はい、これでまず一発削ってあげて、でからのシビニア打ってあげてずらしていきます。さあこのまま突破していきましょう。で続きまして17階層です。ここもシビニアずらししていきます。はい、シビニア打ってあげてずらし、もう一生何も考えずずら、本当にやばい、俺何も考えてなすぎて実況してねえな。まあいいか、まあでもまあいいんだよね、まあ、そういう編成だからマジで頭つかなくていい。で木に関してはずらし突破可能で、水に関しては無効貫通突破です。はい、これもずらし OK、 ワンパンしていきましょう。さあ続きまして19階層です。でここもシビニア2発打ってずらします。はい、シビニア打ってあげてまずはずらし、でからのもう一回シビニア打ってあげて倒していきましょう。でこれでずらして突破していきます。はい、7コンボです。このまま突破。さあ続きまして20階層、次はトリスタン打ってからずらしていきましょう。トリスタンで消せない回復からのシビニアでずらしてワンパンしていきます。トリスタンがめちゃくちゃ偉いと。はい、でからの続きまして21階層です。21階層はシビニアからのこれ打ってあげて、さあで続きましてボス階層ですね。はい、まあ、ましてや追い打ちするなんていうね愚行はね絶対しないようにしましょう。はい、でここシビニア打ちます。でしっかりこれで超つなげし含んであげて、まずは削り OK でからのシビニア打って終わりですっていうね編成でした。もうマジで何も考えずずらすだけで追い打ち見せらない限り事故ることも絶対ないと思うので、マジ強いんでね、ぜひよかったら使ってみてください。まあ、ということで今回ですね、裏下のランク上げ高速編成を紹介する動画でした。7分8分ぐらいで周回できてめっちゃ強いしね、経験値も1億5000万と超美味しいんでね、必ず使ってみてください。じゃあチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。